このレッスンはこのインターフェースの一番左側に位置するツールボックスについて説明します。ツールボックスには選択ツールや移動ツール、回転やスケールツールなどの使用頻度の高いツールが置いてあります。まず選択ツールですが、これはオブジェクトを左マウスクリックすることで選ぶことができます。ちなみにこの選択ツール別に選択ツールじゃない時でも選択することができます。 ただこのマニピュレーターという、この移動ツールや回転ツールによるマニピュレーターを見たくない場合、この選択ツールにしていると、選択するだけの機能になります。この複数のオブジェクト、この左側の2つ選びたい場合は、このように左マウスをクリック、そして押したままこのようにマウスを動かすと箱ができますので、その箱の中にあるオブジェクトが選ばれます。 このオブジェクトにもう一つオブジェクトを足したい場合は、これは Mac も PC も共通です。Shift キーを押しながら、このオブジェクトを左マウスクリックすることによって選べます。もしオブジェクトを選択から外したい場合、その場合は Ctrl。これも MacPC 共通です。押しながら、オブジェクトを左マウスクリックすると、このように選択から外すことができます。 シフトキーを押しながらこのように箱を作った場合その場合は左側の選択されているオブジェクトが選択から外れ右側の選択されていないオブジェクトが選ばれますこういう感じですもう一回やってみるとこうなりますもしすべて選びたい場合同じように箱を作ってすべて選びたい場合は s h i とコントロールキー両方を押しながらこのように箱を作ります シフト・コントロールキー両方押しながらこのように箱を作るとすべて選ばれますこのシフト・コントロールキーは MacPC 両方とも共通です次にあるのが投げ縄ツールです投げ縄ツールはこのように図形を書くことによってオブジェクトを選ぶことができますちなみにすべてのオブジェクトを選択から外したい場合は画面のオブジェクトのないところを ククリックしてくださいこの下にあるのが「選択範囲ペイントツール」といってオブジェクこのツールを選ぶと自動的にオブジェクトがコンポーネンツモードに行きまして今このポリゴンの Q のフェイスのコンポーネントモードになってるんですけどこれを左マウスクリックすることによってまるでブラシで描いたようにオブジェクトを選ぶことができます。 コントロールキーを押しながら同じようにブラッシュで書くと選択したものが外れます。この下にあるのが移動ツール。移動ツールを選んでオブジェクトを選びますとこのマニピュレーターが現れます。このマニピュレーター3つの方角があってこれはこの下のワールドのこれと一緒なんですけども X の方角がこの赤い矢印。 Y の方角が緑の矢印、Z の方角がブルーの矢印になっています。この矢印を左マウスクリックで押したまま動かすことでオブジェクトを動かすことができます。この真ん中のブルーのボックス、これは押してこう押したまま動かすことで画面に沿って動かすことができます。その下の回転ツールも同じで、X、Y、 Z とふに回転できますこの周りのこの円はこの画面に沿って回転できます。そしてこの下のスケールツール、全く同じです。同じようにマニピュレーターが現れて、X 方角にスケール、Y 方角にスケール、Z 方角にスケール、そして XYZ 全ての方角にスケールというふうに使います。 ちなみにこの、この選択ツールと移動ツールと回転ツールとスケールツールは使用頻度がとても高いので Q, W, E, R キーボードの Q, W, E, R がホットキーになっています。Q が選択ツール。W キーを押すと移動ツール。E キーが回転。R がスケールになっています。この下にあるこれが最後に使ったツールがここに現れます。 これを押すことによって最後に使ったツールをもう一回使い直すことができます。その下にあるのがレイアウトパネルと言い,いまして、このビューパネルのレイアウトを変えるためのボタンです。今このパースペクティブビューになってるんですけども、この下のこの4つに分かれたやつのボタンをクリックすると、このようにフォービューになります。パースペクティブビュー、トップ、フロント、サイドと4つ見えることになります。 その他にも自分のワークフローによって、ビューパネルを、レイアウトをこうやって変えていきます。この下にあるが、マヤのウェブサイトに行くボタンです。とこんな風に使用頻度の高いツールボックスですが、ぜひ慣れるようにしてください。